こちらが日本一の会場です。中には所狭しと最新の文房具が並んでいます。札幌中央区の文具店大丸藤井セントラルで開催中の文房具メーカー見本市。国内外の文具メーカー23社が一押しする新商品などおよそ1000アイテムが販売されています。こちらの筒、水筒のようにも見えますが、実はペンケースなんです。実際置いてみます。こう端に置いてペンを取っても倒れません。キングジムの新商品オクトタツはどこでも倒れないペンケースです。ノートを広げたりすると意外とペンケースを置く場所がなかったりすると思うんですけれども、こちらのペンケースは裏側に吸着パッドがついているので机にボンとくっつけて安定してお使いいただけるというのが特徴になっております。こちらのボールペン、普通のボールペンに見えますが、こうすると先が光ります。ゼブラが発売したライトライト、ペンを2回ノックするとペン先のライトが光り、暗いところでも書ける便利なボールペンです。災害の時でやっぱブラックアウトとかありましたね。その時にですね、やっぱり懐中電灯があるじゃないんですけども、そういう時にでも活躍したこともありますね。こちらは子供の頃に使った方も多いのではないでしょうか。色鉛筆のクーピーを大人向けにアレンジしたボールペンです。色が全10色展開で、女性がファッションを変えるように、こうその日の気分に合わせて色を選んでいただけたらなと思っております。他にも磁石で簡単にカスを集められる鉄粉入りの消しゴムや、色とりどりのマスキングテープなど、見るだけでも楽しめる商品が揃っています。文房具といいますと学生さんが使うようなイメージの方も多いかなというふうには思うんですけれど、最近はご家庭や会社で使えるような便利な文房具が非常に増えている。子どもだけではなくて大人も使えるような文房具が、はい、非常に多く増えております。この見本市、明日は午前10時から午後6時まで大丸藤井セントラル7階で開かれています。